さあ、アフタートークでございます。本日のゲストはスピードゴン、小沢和弘さんです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。カープファンとか広島出身じゃない人で初めてのゲストなんです。あ、そうなの。で、うん、ぜひもう小沢にお願いしたいと思って。うん、ありがとう。本当に忙しいのにね。うん、いつも、だから、小沢くんたちが、こう、下でさ、小沢くんの部屋が俺の下やん。うん、ロックを歌ってる間に俺が書いてるあの。俺ビビったもん。ああそう、アンシアター見て、うん、マゾなんて仕事してんだ。おい、してるわ。いや、俺がだから子供の頃から見てきたドキュメント番組みたいな感じの作りじゃん。うんうん、そういうの作ってる人意外と身近にいたと思ってビビった。あの本を全部書いてるでしょ、セリフとか。書いてる、その時男は思ったみたいなのを。それはなかったからね。まあでもそんなような感じのことを書いてるわけ。びっくりした。ああ、やっぱすげえな。割と近くで書いてるよ、だから。うん、俺が下でドラクエやってる時上でやってんの。徳井くんがお好み焼きひっくり返して全教してる時に書いてるよ。上で書いてたんだ。うん、書いてる書いてる。びっくりしたよ。そうなの。でしかも本当にいいもん見せてもらった。日本とも良かった。本当。マジ良かった。なんかだからさ、うん、いい映画とか出て見てさ、うん、いい以外ないのよ。俺だからさ、グルメ番組とか見てさ、なんか食べて口の中でなんとかなんとかでとか、うん、なんかふわっと広がってとかなんか言うじゃん。うま、んうん、い時にうまい以外のこと言うやつ俺信用できない。だからグルメレポートとか俺らスピードワゴン行かせてもらうけど、うん、見てみて。俺使われてないから。今ね俺すげえ、うん、あれダイエット中って言われるぐらい食ってねえから。食ってんだよ。だけど使われてない。うまいしか言うことないから。そうだ、ね、いやでも本当にいいもん見た。本当コメント出てこなかった。ね、ああよかったと思ったよ。あ、そう、好きになったカープのこと本当に。それは何よりです。羨ましいと思って。広島っていう街が、うん、広島っていう街の市民球団じゃん、うん、だから市民の人と同じ仲間じゃん、うん、だから仲間なんだから、この人間がどういう人間かを知るべきじゃん、うん、それを教えてくれる番組があるっていうのはいいよ。だから本当はだから俺、せっかくプロ野球ってフランチャイズでさ、うんうん、各町にあるんだから、うん、全部の町でやるべきだよ。ドラゴンズは龍の話し屋た、そのタイトル使っていいの？話し屋た使っていいの？だからこの番組をフランチャイズ展開してね、そこの作家として入ってね、まだ儲けるんだよ。